踊りが弟の命でした。あの子もあなたと同じ。
歌って踊るアストミュージカルスターを目指していた一人の若者ですが、なのにどうして弟さんはライトマンに？足があの子の将来を真っ暗にしてしまったんだもん。足？ユキは車にひかれそうになった小さい子を助けるとして、しかもブロードウェイのオーディションで念願の主役に抜擢された安田だよ。あいつは素質があったんだ。おじさんもあったんだよ昔は。あいつは将来必ずものになるダンサーだったよ。明日は行かないや。おじさんだって階段から落っこって頭さえ打たなきゃ。まああいつにしてみりゃ諦めきれるわけないよな。決心がつかないまま日本へ帰ってきて、この俺を頼って、俺をだよ、あの劇場に来たんだよ。そこで来たんだよ。あいつは一生懸命レッスンしているお前たちの姿を、あの希望に燃えていたかつての自分を、あなたたちの姿に重ね合わせて見ていたと。そして自分ではあなたのかった雪をあなた方に託そうとしていたんです。これはね、その情熱をテコにあいつ自身の立ち直りを期待してたんだよ。でもな、あれほどまでに足を痛めていたなんて、俺の人も知らなかったの。私は新聞のルールを想像探しました。一日でも遅れればそれだけあの子の手術は危険なことになるんですもん。だからお兄ちゃん、私の足のことあんなに心配してくれたの。どうだっても分かってくれたわね。もちろんだわ。それでスープはいつ？最悪の場合、片足を切断すると看護婦がうっかり垂らしてしまうから。